どうも、安田おじさんです。今日は、おじさんよく、会社で怒られてしまうので、おじさんの頭が大丈夫なのか、検証していきたいと思いまーす。イェイイェイ。あれですか、結構嫌なことがあると声のボリュームが上がっちゃったりとかしますか？はい、うん、人様の晩御飯を食べてしまったりとかね、うん、あるということで、うん、なかなか大変ですね、うん、声のボリュームは私話すのはこれぐらいでよろしいですか？はい、結構声のボリュームがちょっと知らずのうちに大きくなっていったりとかいうことを指摘されることありません？そうですね、うん、あるので場所変えて話したりとかなるほど、ね、結構ね話すことに夢中になってね、ボリュームがちょっと上がっていたりしているようなこともありますので、ね、はい、こちらを歩いていきましょうか。この障害の袋も指摘していただいて構いません。ちょっと小学校の頃は机にじっとしてられなかったりとかそういうことはありませんでしたか？そういうことはそこまでなかった。あると言われるぐらい。あると言われるぐらい。人間誰しもそんな特性とかあるんですけれども、大変だんだん落ち着いていたりするんですけどね。結構時間管理が苦手だったりとか、忘れ物なくし物が多かったり、キャリアスミス多かったりとかですね。人間誰しもこういったちょっと、おちょこじゃないの部分があったりはするもんですけれども、これらの特性はですね、あんまり強くなってくるとですね、社会生活を行っていく上で結構不都合なことが起こってきます。ADHD とか ASD とかいった言葉って聞いたことありますか？はい、ご自身当てはまりそうなこととかありますか？衝動的にちょっと、ご飯ちょっと食べてしまったりみたいなところは結構衝動的に、関連するところかなというところね、と思うのと、結構思ったこともね、声のボリュームとか調節できなかったりするとこの辺にちょっと通じたりもするんですけどね。そういった人たちでよく頻繁にね見られる頭の中でのちょっと異常というか、明らかになってまして、脳に1000個ぐらい、ね、神経の細胞ありまして、こうやって枝と枝を出し合って連絡してるんです。繋がってる間は電気流れて、繋がってない時は電気が流れないという感じですね、で実際に顕微鏡の写真でね、こういうふうにかなりのスピードでこうやって話してる間にもですね、脳の神経の細胞っていうのがくっついて離れたりを繰り返してます。でさっき言ったようなちょこちょいなところが強い ADHD とか ASD とかの特性が強い人っていうのがですね、どうも離れるのがちょっと苦手なようで、結構神経の回路が絡まりやすいんですよね。余計な回路を余計な回路をしっかりオフにできればすっきりした回路になるんですけれども、話すのが苦手で結構絡まりやすいという側面があります。で、この余計絡まっているところで、ね、どうにかしてあげればですね、結構良くなったりすることもあるんですね。そういうふうな絡まりがあるというのは。で、ちょっと今日撮った農家に行ってみましょうかね、はい、これが杉田さんの農家です。緑いところは平均的なんですけど、この青くなっているところは結構脳波が弱まっているところ、逆に赤くなっているところはね、脳波が強く出ているところ、頭の前頭葉をね、頭の前の方に赤くなっているところ集中してますよね、こうやって見ると、これ根線があるっていう、さっきの
神経 の, ぐあの絡まりが できてるあの証です、はい、この辺ですね。あのこれご本人の、スイッチャーさんご本人のやつで、真ん中はですね、データベースであの、まあ同じ年代の人で、あの ASD とか ADHD とかの特性が全くない人たちのデータを平均して出しています。はい、これあのこれがこれとこれの差なんですけれど、まあちょっとこの辺にありそうですね。で、この辺になるとですね、何が起こるかと言いますと、まあ同じことで、同じ情報がですね、ここでぐる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 回るんですよ。だから、他のことを考える余裕がなくなって、その点以外のところで、冒頭のボリューム調整したりとか、他のものの見方をしたりとかですね、相手に気を配ったりとかいうところってするのが、他の脳で補ってるんです。だから、普通にしているだけでも、普通の人が使う頭全体を柔軟に使えるだったら、混戦がある人って他のところでどうにか補わないといけないから、結構常にいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。だから話していること、話してたりするときにボリュームがコントロールできなくなるのは、話してるうちにこっちの話してる内容をこっちに行ってしまって、ボリュームの調整とか相手がどう思うかみたいなところは残ってる少ない脳の余裕でやらなくちゃいけないから、それで結構うまく調整ができなくなったりするんですね。若いですよね。そうですね。ちょっと赤いところありますね。頭のちょっと右左に見てるんですけど、これは左の3のメインでやってますから、物事順番でね、考えていく、論理的に物事を考える力しっかり割りなんだと思います。こっちは脳の情報の種類を見てるんですけど、結構ぐるぐるしてるでしょう。この青いところは無意識の領域で、処理されている情報なんですけれども、その無意識の領域の情報で結構残ってるから、結構この辺処理が追いついてないです。寝てる時にね、この情報の処理っていうのが行われるんですけれども、寝てもですね、こんだけ残ってるってことは処理がうまくできてないんですね。そうなんです。結構寝すぎたりとか、寝ても疲れ取れなかったりとか、結構ひどくないですか？結構最近そうです。そうなんですよ。ADHD の人、眠りが浅くなる。眠りの効果。なんだかんだ、俺も、ADHD とか ASD っていう風にちゃんと認められて周りの人にも説明できた方が俺も楽になるから、そういう意味ではああいう病院もあった方がいいなっていう風に思いますね。だもんでこれからは周りの人とうまくやっていくためにも、やっぱりちゃんと俺は発達障害だよっていう風に説明して、俺のこと理解してもらえるように、これから生き方を変えていこうかなっていう風に思えたんで、本当にすごいいい経験だなって思ってます。なので皆さんも本当に発達障害かもしれないなって思う人は、一回勇気を出して相談しに行ってもいいのかなっていう風に思いますね。はい、メラトニンです。いただきます。バイバイ、またね。バイバイ、またね。おやすみー。